はい、えー、こんにちは。レトスのおのです。2月23日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。えー、コツコツが勝つコツ。昨日までわからなかったことを今日一つでもわかるようにしていきましょう。この一つでもわかるようにしていくことが重要なんですよね。一日一つでもわかるようにしていけば、まあ、1ヶ月あれば30個、2ヶ月であれば60個、こんなにもわからなかったことがわかるようになるってことは、その分実力が上がってるってことなので、 一日一つでもいいので分かるようにしていきましょう。では本日の3問に入ります。集会において規約で別段の定めをすれば管理組合法人の成立に関する事項についてはあらかじめ通知していなくても決議をすることができる。丸かツかという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、えー、答えはツですね。 で、これぐらいのレベルがですね、卓剣試験レベル、本試験の、えー、通常ぐらいのレベルっていう感じですね。なので、まあ、これぐらいを解けるようにしておかないと、なかなか合格するのは難しいってことですね。まあ、もちろん基本的な問題っていうのは解けなきゃいけないんですけども、えー、この問題が、ま、合否の分かれ目となるような問題なんですね。こういった問題を確実に得点していくっていうところが、えー、合格につながりますので、えー、しっかり勉強していきましょう。 でえ、集会っていうのは原則、事前に通知した会議の目的たる事項、つまり議題ですね。議題についてのみ、え決議することができます。つまり、こういった議題についてえ、集会を行います。決議しますよっていうふうに、事前通知するんですよ。これは原則です。えしかし、法律で集会の決議についてえ、特別の定数が定められている事項以外の話、つまり、普通決議の話ですね。ここに書いてあるのは特別決議です。 特別の定数が定められている事項っていうのは、特別決議と、まあ、ここには書いてないんですけども、特殊決議、この二つを言うんですよ。で、特殊決議っていうのは、立て替え決議です。それ以外なので、普通決議ということなんですね。で、普通決議については、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した内容じゃなかったとしても、決議できるんですね。で、一方で、ここに書いてある通り、特別決議とか、特殊決議っていうのは、 あらかじめ通知していないと決議することができないんですね。で今回の管理組合法人の設立、まあ、成立ですね。これどうかというと特別決議なんですよ。特別決議なので事前に通知していなかったら決議できないんですね。つまり事前通知が必要だということになります。したがってあらかじめ通知していなくても決議することができるっていうのは誤りだということになります。 で、過去問が解けるのとポイントが抑えられているっていうのは違うんですね。重要なのは解けるじゃなくてちゃんとポイントを抑える、考え方を抑えるっていうところが重要です。今回の問題文、解説も含めてなんですけども、これ内容難しいんですよ。だから単に覚えたとしても、またこれが解けるようになったとしても理解していなかったらおそらく引っ掛け問題で引っかかります。だからちゃんと噛み砕いて自分なりにしっかり理解するってことが重要になってきます。 ちょっと今回は無料の動画なので、また無料のメールマガなので、細かい部分まではお伝えはできないんですけども、個別指導の受講者についてはわからない部分があったら、えー、言っていただければ解説させていただきますので、ご安心いただければと思います。で、問い2ですね。宅建業者 A 社の代表取締役が道路交通法違反により罰金の刑に処せられたとしても、A 社の免許は取り消されることはない、丸かツかという問題です。 答えは A 社の免許は取り消されることはありませんので丸ですね。卓建業者 A 社の代表取締役が道路交通法違反により罰金刑に処せられたとしても A 社の免許は取り消されません。道路交通法違反で罰金ってどんな場合かっていうと例えばスピード違反とかをして罰金刑を受けた場合ですね。社長がスピード違反して罰金刑になったとしても卓建業の免許取り消しにはならないんですね。 なので、今回の問題は丸だということです。まあ、これは覚える学習をしている方でも解ける問題ですね。つまり、もう単に覚えちゃうと。これ過去問の問題なんで、もう過去問何度もやっていて、この問題知ってるって方は、これ解けると思います。ただ、覚える学習では複雑な問題になると解けなくなるんですね。で、重要なことは考え方を理解する。これなんですよ。これが分かれば、免許の基準の問題っていうのは、 難しい問題が出題されたとしても、1点ゲットできるんですよね。なので、この免許の基準が出たら、あ、これはもう1点ゲットなんだっていう感覚なんですよ。なので、この考え方、これをちゃんと押さえておかないといけないんですね。で、この考え方については個別指導でちょっとお伝えする流れになりますので、ご了承いただければと思います。個別指導は動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらの方から個別指導の概要をご確認いただければと思います。で、3番、開発許可ですね。 市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300平米であるものについては、常に開発許可は不要である。丸か罰かという問題ですね。答えはツです。市街化調整区域は、そもそも市街化を抑制する区域、まあ、できるだけ建物を建てさせない区域ってことなんですね。でそのため、市街化調整区域については、まあ、どれだけ小さい規模であったとしても、原則開発許可必要なんですよ。 できるだけ建物を建てさせないので、そんなところ開発行為されたら困るわけですよね。開発行為するってことは結局はそこに建物を建てるということなので、開発行為をする場合っていうのはちっちゃい規模であったとしても、これ開発許可が原則必要になりますよという内容です。従って300平米の開発行為であったとしても、まあ、原則許可は必要だということですね。 ただ、これは理解が必要なんですね。単に常にっていう言葉から判断して、もう誤りだってするのは、もう本試験の時に間違える可能性が高いです。また別の引っ掛け問題であったとしても、やっぱ引っ掛か,かる可能性って出てくるんですよ。この常にっていう言葉がなかったとしてもですよ。違った言い回しとかで間違ったりする場合もありますので、ちゃんと理解する必要があります。で、その点については個別指導で解説していきます。で、開発許可が必要かどうかを問う問題が出たら、これはもうサービス問題って思ってください。 この個別指導で教えている答えを導くプロセスっていうのがあるんですね。で、これを知っていて、それを使えるようにしたら、これ必ず得点できるんですよ。なので、この点を理解していただければと思います。え個別指導の詳細は動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。今日も動画をご覧いただきましてありがとうございました。また明日お会いしましょう。レトスの小野でした。